はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイシーです。今回は信長の野望、戦国立志伝の方ですね、小早川秀秋プレイの続きをやっていきたいと思います。でですね、前回、衝撃的な事実として石田と徳川が手を結ぶと、もう何のために戦ってきたんだっていう感じもするんですが、とはいえもうどうにもならない部分ではありますので、今回はですね、我々としては、石田が当てにならないと分かった以上はですね、自らの手で、徳川を滅ぼそうということで、再び北信濃の方面で戦闘を再開しているという状況になります。なんとかね、ここをうまく戦局をコントロールできればいいかなと思ってるんですけどね。いい直政隊を撃滅した後だな。問題はお味方が捕獲されました。ここが貴様らの地獄よ。戦局は一進一退の状態が続いてるけど、なんとかねこの状況を変えていかないと、戦局は苦しくなる一方ですからね。とはいえ味方の各城にはほとんど兵が残っていない、出尽くしてるな。石田はねその反面大量の兵を抱えてますけどね、52万、徳川をしのぐ、完全にしのいでますよね。てかもう家康と結城全く同じですね、数でいうと。その2つの大国相手に小早川一騎で立ち向かおうっていうんだから、そりゃね苦戦しますよね。ご命令ください、報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。さてさてどうするかな。長宗我部との同盟はもちろん継続しますよ、しましょうなっちゃいましたけど、不可視から増援出しますか。不可視から増援を出して、海津城を取りましょう。でどうだ、稲葉正成対4000じゃ兵出せないね。浜松城も5800。いやでもねこの駿府からは兵が出せないんですよね。なんといってもね小田原とかこの辺りかなりの大きな城を抱えてるんで、ここを考えるととても先端が開ける状態ではないんですよね。ちょっと工作は入れておきましょう。工作を入れておいた方がいいのがどれくらいあるかというと、九州はねもう完全にガチガチに、同盟等々で囲んであるんでいいんですけどね。敵が我が領内に向かっております。でどこに敵が攻め寄せてくるかというと、ちょっと見過ごしちゃったんだけども、確実にこちらに兵を起こしているところがあるはず。これだな、蒲生隊5600。これくらいだったらどうにでもなるな、物の数ではないでしょう。海津城はちょっと難しいか、落とすのは。ライレンがいるうちにちょっとじゃあここを城攻めする。行くぞ。問題は敵の増援がどんくらいのタイミングで来るかですね。我が方の城包囲されました。どこが包囲されたんだ、めっちゃくちゃ気になるけど。続きなさい。敵
劇場門突破しました。これで決めます。これで決める。終わらせてみせる。我らに勝てると思っているのか。引け。城門を破壊しました。よし、囲んでる状態でゼロにしたので、これで小諸は逃げたければ逃げなさい。取りましたね。で、小諸は取ったんでいいんで、どこの城が取り囲まれたかっていうと、海津城が取り囲まれてるんだな。じゃあ海津城の救援に行くしかないね。仕留めた。待機せよ。かしこまりました。ここは貴様らの地獄よ。教場を始めます。報告します。報告します。報告します。先月の収支です。報告します。さてさて、どうするかだな。まずはライレンはもう引かせるしかないね。で、鍋島隊と高力高力合わせて1万か。これは抑えられるか。抑えないといけないけどね。で、海津城が危ないな。海津城ただ救援出すだけの戦力がないね。どうしよう。浜松から出して間に合うか。6700。援軍が頼めるようなところもないでしょう。ないんだよね。あ、でも清須にめっちゃ今兵入ってるね。完全に見逃してたというか忘れてましたけど、これを前線投入しましょう。間に合わないかもしれないけど、落城直後の城を取り返すことはできるかもしれない。で、ガモー家がどういう動きをしているかというと、まだ到着はしてないよね。国見、大丈夫かな。出るぞ。城が取り囲まれました。上田城が取り囲まれたの。今度は海津城も落城間近だな。川家は毛利家によって滅ぼされました。三本の矢の教えはどうなっちゃったんでしょうね。で、蒲生隊はどこ行くかというと、深市城を狙うの。やってくれるね。任せよ。出るぞ。必ずや勝つ。小諸城と深市城を一気に喪失するとかなり厳しい戦いになるな。報告します。報告します。報告します。しょうがない。ここは一旦相手が徳川家なんで、外交で朝廷で停戦させましょう。しょうがない。何、停戦できない。なぜだ。今対徳川の連合を組んでる。違うな、蒲生が連合を組んだんだな。徳川を取り込んで、それによって停戦ができなくなってる。目論みが完全に外れたな。お味方が捕獲されました。城が取り囲まれました。城が取り囲まれました。一気に3つの城を喪失するのか。いや、厳しいこと言うな。
に城を奪われました。小諸城が失陥したね。敵が我が領内に向かっております。時間の問題だな。報告します、報告します、報告します。先月の収支です。報告します。さてこっからだ。まずは急いで上田城は既存の戦兵力で守りましょうと。で福島正則はというか、まあ、全軍が一応一旦はまだ守りが頑張ってる西津城に向かいましょう。一旦全員ね。我が領内に敵が迫っております。で上田城が危険か。上田城にも兵を残しましょう。一部城が取り囲まれました。出陣するぞ。海津城はおそらくあのまま守りきれるかなと思うので、海津城このまま守りにして、で地上で、あそうか、取ったばかりの小諸は再度奪い返されたんだな。敵将捕らえたり。報告します、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 報告します。先月の収支です。そしたら小諸城の奪還作戦に向かいましょう。報告します、報告します。先月の収支です。報告します。いや小諸城硬いな、本当に小諸城硬いわ。でここで直政が来ちゃうんでしょ。直政がどうなってんだよな本当に。表情を始めます。報告します、報告します。ゴズメが出せれば小諸城取れるんじゃないか。ゴズメが出せる兵力があるかというと稲葉家1万出せるな。これちょっと出しましょう一旦。かなり戦局は悪いですね。もうこっち今回総力戦になってるんで兵力に余裕がもう全くない状態で、朝廷外交が使えないという状況に追い込まれましたからね。報告します。石田は何をしてるんだ。石田は同盟あと1ヶ月で切れるか。その同盟が切れた後の動きに期待するしかないね。福島正成1万を出しましょう。敵が我が領内に向かっております。出陣するぞ。深しにどこの軍勢が向かってるんだ。
全然読めないな。不可侵6000の兵。ご命令を報告します。報告します。報告します。先月の収支、福島正成投入したことによって包囲するぞ。なんとかなりそうかな。出陣するぞ。表情を始めます。報告します。報告します。先月の収支です。報告します。ここも包囲中なので、なんとか敵の兵力をゼロにできれば肩がつくはずだ。よし、小諸城は取り返したね。もう北信濃の激戦だな。これが戦の作法よ。起乗するぞ。いやもう本当に膠着状態で、石田と徳川の状態がどうなるかによりますね。戦局がどう動くかは。どうなったかちょっと見ますか。同盟4ヶ月継続してるな。石田と徳川もうマジ何なんだって感じだな。これでも次取れるとしたらこの飯山城になるよね。そうすると九州方面は兵がまともに集結してないので、備前三鷹辺りから兵を出していきますか。まあ、なんとか、おっと、ここは武将がいないか、小早川家。しょうがないね。あとで武将を補充してあげましょう。もう今はね、とにかく武将の数、兵力、これが欲しいですね。まあ、なんといっても徳川家はね、優秀な家臣団の上に関東を抑えてるんで、めちゃくちゃ優秀な武将がたんまりいますからね。そこと真正面からただでさえ兵力が少ない小早川家が単独で戦いを挑むっていうこと自体無謀としか思えないんですけど、肝心要の石田家が徳川と手を組むっていうね、ちょっと目を疑うような事象自体が起きてますからね。さて、でもそうは言っても反転攻勢していかなきゃいけないんで、そのためにまずはもう石田が手にならないと確定した以上ですね、まあさらに同盟延長してますからね、徳川家と。もうおそらくもう石田は何かをしようという気はさらさらないはずなので、まあ、ここともう何か共同戦線を張るというのは諦めて、徳川を逆に攻めていかなきゃいけないんですよね。で、そのための兵としては、どこをどうあがいていくかなんですけど、結構この北信濃の方面は結構激戦だからな。まあ一応目論見としてはですね、越前越中あたりを平らげて、まあ包囲戦に持ち込むっていうのをね、少し考えましょうか。毛利家とかね、まあやっぱ石田だよね。石田がな、しっかりしてくれれば安心なんですけどね。
表情を始めます。報告します。報告します。先月の収支です。報告します。さあ連合を組んでおかないと、そうは言っても、味方同士で潰し合いを始めちゃうんで、そうならないように連合だけは打診しましょう。本当はね、自分を除くところで連合を勝手に組んでくれるとすごくいいんですけど、そうもいかないからな。石田がこの連合に加わることがないからな。で、忘れないうちに石田家に関しては、いや石田に限らずだな、小早川と石田と両方には工作の使者を出しておきましょうね。で、あと与力だな、与力。ちょっとね、武将の数が足りていないところがあったと思うんで、駿府から人を出してあげましょう。組んだものの、これって連合に何かを期待するというよりかは、西側でこれ以上いざこざを起こさないでくれとしか言いようがないための連合になってるんで、そろそろちょっと考えて動かないといけないな。お任せください。表情を始めます。報告します。報告します。先月の収支です。報告します。一旦部隊の集結を待って、そっからですね。止まれ。いや、もう攻め返せるしかないな。承知いたした。よし、家康がついに死んだか。で、忠義が後を継いだので、この辺りは歴史が変わっている。報告します。先月の収支です。ついに家康が死んだ。26年、何歳になったんだろう。助け立ちいたす。お任せください。は、我が領内に敵が迫っております。海津城に28,000人、敵が迫っております。小諸城に87,600、とんでもねえ数の軍勢を汚してきたな。そしたらそれぞれに防衛の部隊を出しましょう。87,600を小諸城に出してくるか、恐るべしだな。勇気。さらに小諸城に3万増援が10万超える軍勢ですね。
承知いたしました。表情を始めましょう。報告いたす。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。そしたらここにいる人たちが結構兵糧が危なくなってきてるんで、見た目以上に。一気に回戦しちゃいましょう。いくぞ。いや、まだ回戦のタイミングじゃないな。もうちょっと削れるだけ削ろう。よし、先にここを落ちてしまうか。飯山城を落とそう。これ敵ゼロにできるね。足の体。いや、頭が悪くて助かったな、この足の体が。よし、私たちの強さ知らしめましょう。お助けいたします。もう小諸城が大激戦になってるな。報告いたします。この小諸城を守りきれば一旦状況が落ち着くんじゃないか。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。よし、ここは一気に回戦に及んで蹴りをつける。あとはどっちのヘリが速いかだけど、兵力的にセラタよりもこちらの方が4倍多いんで、先に減るのは向こうだ。
城が取り囲まれました。続きなさい。どこが取り囲まれたんだ。もらった。我が方の城包囲されました。どこが囲まれたんだ。心得ています。めっちゃくちゃ気になるけど。油断したな。隙だらけだ。承知しました。敵城門突破しました。敵城門突破しました。かかれ。早くゼロにしたい。よし、ゼロにした。これでここも取ったね。囲め。城が取り囲まれました。お味方が捕獲されました。我が領内に敵が迫っております。微妙に取れてなかったの。ここはもう一度城攻め観光するしかないか。で、飯山城は大丈夫だね。飯山城は守りきれた。飯山城が守りきれたら全兵力を持って小諸城の救援に向かいましょう。ライデンは承知いたしました。いや、小諸城マジで半端ないことになってますね。我が領内に敵が迫っております。行くぞ。どこに兵が残ってたんだ。264。これは問題ないよね。これゼロになったでしょ。確実にゼロになって、確実に包囲してたんで城が取れる。よし、ご命令を報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。なかなか忙しくなってきましたね。本当に前線がね、一進一退が続いてますからね。どこが囲まれた。いざ行く備え。増援出すしかないね。今そっちに兵は避けないからだ。かしこまりました。逃げるなら今のうちだ。出陣する。表情を始めます。報告いたし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 ます。先月の収支です。兵糧がなくなってる部隊がもったいないな。さっさと壊滅したいな。敵将捕獲した。逃げるな今のうちだ。敵が我が領内に向かっております。我が領内に14,000、敵が迫っております。しかし13,000、味方が捕らえられました。今総力戦になってるんで、ここできるだけダメージを軽くしておきたいんで。報告いたします。
報告いたします。先月の収支です。最低限の兵を残して一旦ですね、お任せください。補給に向かわせましょう。お任せろ。お任せください。承知いたしました。加勢いたします。よし、ここは小諸城開戦して一気に城を落とそう。私に続け。無念だが引くぞ。参るぞ。我に続け。退却する。我らが攻めに耐えられるか。我らの意地見せるは今ぞ。これで終わりだな。敵城門突破しました。敵城門突破しました。参る。引け。よし、これでゼロになったんで小諸城取れるな。もうずっとここの小諸城近辺でひたすら戦いをしてる感じがするな。ご命令を報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。さて、これで一旦はほぼ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 片付けたでいいのかな。あと敵はというと、春日山に1万の軍勢が攻めてきてんだな。板倉勝重邪魔くさいね。海津城から東道隊を出そう。伊達政宗か。政宗が1万5000の兵を引き連れてるので、これが深志城に向かっていると。まあ深志城には1万5000の兵が入ってるんで、まあ、これはなんとか食い止められるでしょう。結城家は厄介だな本当に。で、飯山城に同じく1万4000。飯山城に海津城の部隊を移しておきましょう。かしこまりました。これでなんとか迎撃態勢は整ったかな。いや、小諸城を含む北信濃の大激戦の末になんとか、守りきり、かつ小諸城は奪還できたというところで良かったですね。でさらに今回飯山城と春日山城を取りましたんで、まあ、少しはね戦局が有利になればいいなと思うんですが、もう石田が当てにならないのか確定してしまった以上、こういう戦い方をしていくしかないですよね。まあ、それにしても結城家が40万超え強いね。で、今後は世良田隊、赤井隊、この辺りを駆逐していって、いやでもな、ここまでいくと今度は結城と角を突き合わせるのか。とはいえ、いい直政隊、この辺りをまあ奪還というか甲斐を攻めるのは難しいですよね。なんとも悩ましいですが、頑張っていきたいと思います。というわけで、今回は一旦ここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。